一体どうしたんだね。うわすごい風だ。プロペラの音がうるさすぎてハロルドが何を言っているのかさっぱりわからんぞ。お待たせください、トップアマット卿。うわえ、誰かの忘れ物をブレンダムの港で見つけた。あ、よいしょ。わあ、ありがとうハロルド、確かに受け取ったよ。なんだこれ、どうやら郵便物の忘れ物みたいだけど、これってひょっとして宝の地図？宝の地図だって、これは大変だ。トップハマット卿、確か私たちが移り住む前のソドー島には古い王国があったという話を聞いたことがある。その王国時代の財宝や宝物がどこかに残っていたとしても決して不思議ではないぞ。誰かどこかに手がかりがないか、すぐにでも調べに行ってくれないか。はい、はい、お任せください、トップハマット卿。それならこの僕がすぐに行って調べてきます。ちょっと待ってよパーシー、教授からの手紙にはソドー島で一番信頼できる機関車って書いてあったんだよ。だったらこの僕こそその役目にふさわしい機関車だと思うけど。だってトーマスは昨日大事な郵便を港に置き忘れてきたばかりじゃないか。僕だったらそんなヘマは絶対にしないね。ちょっと待ってよパーシー、昨日は君が動けないって言うから仕事を代わってあげたのに。こらこら二人とも喧嘩はよさないか。どうしたんだいトーマス、君らしくもないじゃないか。ああヒロ、だってパーシーったらさ。こらこらトーマス、君たち二人は大切な友達同士じゃなかったのかい。トーマスとパーシー、二人が一生懸命力を合わせて森の中で動けなくなってしまった私を救い出してくれたんじゃないか。私は二人の友情にとても感動したし、今でもとっても感謝しているんだよ。そんなこと言ったって。友達だもの、喧嘩することだってあるさ。だけど相手が困っている時にちゃんと助けてあげられるのが本当の友達ってものじゃないのかな。君たち二人は一人ぼっちで困っていた私を必死で助けてくれた。だから二人とも私の大切な友達だよ。だけどヒロさんはこうして一人ぼっちで日本を離れて寂しくなったりしないんですか。本当に大切な友達というのはどれだけ遠くに離れていても心はちゃんとつながっているものだよ。だから私は全然寂しくなんかない。それにこのソドー島にだって素敵な仲間はたくさんいるからね。そっか、そうですよね。いやー、やっぱり友達っていいもんだな。友達っていいな、仲間っていいな、一人じゃできないことがある。弱った時に困った時に必ず助けに来てくれる。友達っていいな、仲間っていいな、一緒にいればいるだけで。ほらね、ほらほら、笑顔になれる。ほらね、パワフルポーズや車輪のポーズ覚えてるかな。よし、これでトーマスも100人力だ。じゃあみんなでもう一度音楽に合わせて出発進行。せーの、ガタゴトピッピ、ガタゴトピッピ、イカを汽笛鳴らせ。パワフル、パワフルフルフル、車輪がくるくる、元気が僕らのエネルギー、全速力で今日も働くぞ。ガタゴトピッピ、イカを汽笛鳴らせ。パワフル、パワフルフル、車輪がくるくる、やる気が僕らのエネルギー、
全速力で今日も働くぞ。次はトーマス宝探しに出かけるというお話。危険な場所？重大な事故？そうだよパーシー、トーマスは今頃一人ぼっちでとっても困ってるに違いないよ。だからって僕には関係ないや。ちょパーシー、友達ってできないことがある。弱った時に困った時に必ず助けに来てくれる。友達っていいな、仲間っていいな、一緒にいればいるだけで。ほらね、弱った時や困った時にちゃんと助け合うのが本当の友達ってものじゃないのパーシー。その通り。そしてトーマスとパーシーこそこのソドー島で一番の親友同士だったはずだろ。そうか、うん、僕分かったよ。ごめんよトーマス、今すぐ助けに行くからね。せーの、ガタゴトピッピー、ガタゴトピッピー。やったー！やったー！やったー！ありがとうパーシー。ほら、僕やっと自由に動けるようになったよ。僕一人だけの力じゃない、みんなが一緒に応援してくれたからさ。一人じゃできないことでもみんなで力を合わせればちゃんとできるようになるってことだね。みんな本当にありがとう。みんなの応援のおかげだよ。ねえ、ちょっと待って、あれ何？なんだこれ、ひょっとして恐竜か何かの骨じゃないか。確かに僕たちよりもうーんとでかいぞ。そうか、それでわかったぞ。トップアムアット教ハロルドがお前たちの場所を教えてくれたんだ。そうか、これか。ひょっとしてソドー島の宝物というのはこの巨大な恐竜の骨のことだったのかもしれない。すごいぞトーマス、パーシー、二人とも大手柄じゃないか。だが二人は恐竜よりももっと大事な宝物を発見したんじゃないのかな。もっと大事な宝物？一体何を発見したんだいトーマス、パーシー。それはね、トーマスとパーシー二人の友情、固い絆よ。そうか、友情と絆か。そうだね、確かにそれこそが本当に本当の宝物だね。そうだ、その通りトーマスとパーシーを心配した島中の機関車たちが今一斉にこっちに向かってるってさ。やっぱりみんな素敵な仲間たちだわ。よし、そうとなったらみんなに合図を送って僕たちがここにいることを知らせなきゃ。そうだ、ねえねえみんな、もう一度だけ僕たちに協力してくれないか。僕がせーのって言ったらみんなは大きな手拍子をして島中に届くように合図を送るんだ。もちろんトーマスとパーシーも一緒だよ。よし、じゃあみんな行くよ。
せーの、うん、またまたまた聞けみんないいぞいいぞ、もっともっと大空高く響かせろ。シッ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 、蒸気を上げてピッ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 、汽笛を鳴らせ、ほらほら聞こえてくるだろう、働く機関車立てる音休まず、真面目に線路を走る。シッシッピッシュッシュッピッピッ、上げろスピード気分どうだい、シュッシュッピッピッシュッシュッピッピッ、今日も元気な気分爽快。シュッ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 、力を込めてピッ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 、汽笛を鳴らせ、大空へ高く合図しろ、遠くのみんなに届くように、どこかで誰かが待っててくれる。シュッシュッピッピッシュッシュッピッピッ、燃やせ石炭気分どうだい、シュッシュッピッピッシュッシュッピッピッ、パワー全開気分爽快。さあ出発だ、未来へ向けて、線路は伸びる、もう負けないよ、雨の日だって風の日だって、だってだって一人ぼっちじゃないんだ、そうさそうさ、いつも仲間がいてくれる、君の笑顔が、君の元気が、トンネル抜けて帝京を越えて、そう進んだ、勇気を出して、どこまでだって、だってだってひとりぼっちじゃない、力合わせて。